こんにちは。今回は腎臓の疲れを取るセルフケアについてお話しいたします。腎臓というのは老廃物を外に排出していくための臓器なんですけども、この腎臓が疲れてしまうと体に老廃物が残って、もう寝ても取れない疲れとか体のだるさとか出てしまう場合があります。また実際に腎臓にもう疾患があって腎臓の数値がおかしくなってしまった方にもこのセルフケア有効ですので、ぜひ腎臓が疲労していると感じている方、または実際に腎臓に疾患がある方なんかは、これをやってみていただけるといいです。ではご説明します。これは腎臓の腎経という経絡を利用したテクニックになります。内もも、この内ももの真ん中のラインですね、真ん中のライン、これをもう付け根の部分から両親指を重ねてギューッと押していきます。だいたい時間は3秒、ぐーっと1、2、3で終わったら離して少しずらして、また1、2、3、はい、少しずらして1、2、3、少しずらして1、2、3という形で、この内ももの真ん中のラインをこの付け根から膝の方まで3秒ずつ親指重ねて押圧してください。で、腎臓が必ず左右やるようにしてくださいね。ゆっくりもう少しずつ、ね、動かしていけば左右1セットでいいです。左右で腎臓が疲れてる方っていうのは結構痛いです。この痛いのは無理してグワーッとやって我慢してっていう我慢大会ではないので、痛かったらまあ無理しない範囲でいいです。それを、ゆっくり息を吐きながらやるとより効果的になりますので、で腎臓が疲れてると思った方、また腎臓に疾患のある方、やってみてください。当然腎臓に疾患のある方は病院でお薬とかね、そういったものの食事療法とかケアも当然大事なんです。それをやりながらこの、腎経の大圧のセルフケアをやっていただけるとより効果が高まってきます。ぜひ信じてやってみてください。具体的にね、どのぐらいでこれは回復するっていうのはやっぱあなたの状態、日常生活によって変わりますけども、これを日課として毎日やっていくことによって腎臓の疲れが取れる、または腎臓の機能回復を望みますので、ぜひぜひやるようにしてみてください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。